カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。どうもはじめまして。あのなんかいろんなものを混ぜてる方々ですよね。すごいざっくりとした情報。そうなんですよ。いろんなものを混ぜさせていただいて。町山さんも混ぜちゃいましょうかね。怖いですね。怖いです。なんか映画好きなので町山さんお会いできるの嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。タラティーノとかお好きなんですよね。そうなんです。大好きです。うんうん、ね、今日紹介する映画、はい、そうなんですか。はい、今日映画紹介する映画はね、多分ね、お好きだと思いますよ、絶対。マジっすか。うんうん、はい、はい。ちなみに、30歳から急にタバコを始めた道夫さん、不思議だなって話してて、理由聞いたら、それも映画の影響だったそうです。はい、パルプフィクションで、その、ジョン・トラボルタのタバコの吸い方がかっこよすぎて、はい、ずっと吸いたいと思ってて、30になってようやく吸い始めたっていう。遅めのデビュー。はい、大体ね、タバコはね、映画でかっこいいなと思って吸い始める人多いんですよ、うん、僕の世代とか。やっぱそうですよね。もうその上もそうですね。でもちょっとジョン・トラボルタが違うのは、道はふかしてましたけどね。最初ね。僕はね、あれですよ、俺たちの勲章っていうね、テレビシリーズで、松田優作さんがね、中村雅俊さんと、まあ、タバコを分けながら歩くシーンがあって、それがめちゃくちゃかっこいいんで、タバコ中学から ね試してみたりとかしてダメですよ、そういうことしたね。はい、よかった、はい、言ってくれてよかったですね。はい、自分で突っ込んでます。はい、町山さん、はい、あと将軍エミー賞での快挙すごかったですね。すごかったですね。本当にね、もう真田広之さんはね、1995年のイースト・ミーツ・ウエストっていう映画からずっとなんとか時代劇をハリウッドでやろうとしてきた人で、もう30年越しの、ね、うん、夢が叶ったと思いますね。すごい、はい、うんうん、ね、すげえ。で、見るの結構話数が多いんで大変なんですけど、ねね、で将軍って言って、まあ、大河ドラマみたいなやつなのかなと思う人も多いかもしれませんけれど、これ実は女性のドラマでもあるんで、はい、出てきた、はい、うんうん、そう、興味、なんていうか、まあ、戦国時代で男たちがね、権力争いするだけなんじゃないのって思う人も多いと思うんですが、うんうん、その中で女性が生きるというのはどういうことなのかというね、うん、の女性の視点から描いてるんでね、これもね、結構すごいですよ。見てみよう。面白そう。はい、いいですね。なんかぜひご覧ください。ね、エミー賞の発表を機に見ようかなって方も多分こっからいらっしゃると思うので。そうですね、うん、はい、はい、こちら浅野忠信さんはいつもの浅野忠信で軽くやってるって、それもまたいいですよ。楽しみ。いつも同じじゃないのこの人って。ちょっと将軍はここもいいんですよ、うん、はい、将軍はディズニープラスで配信中です。そして今日は、はい、はい、今日はですね、インド映画の紹介をしたいんですが、はい、もうすでに公開中です。次タイトルなんで、ジガルタンダ XX という映画です。はい。はい、うん。これ、この音楽を聴いて、何をこう思い浮かべます？なんだろう。荒野ですか？そうですね。当たり。すごい。当たった。当たったの？すごい。当たりです。はい。荒野の用心棒の音楽っぽいんですよ。はい、はい、はい、クリント・イーストウッド主演のマカロニウエスタン、イタリア製西部劇で、うん、まあ、荒野の用心棒という大傑作がありましてですね、うん、はい、それの音楽をこう、ま、真似しているのがこのジガルタンダ XX なんですが、うん、はい、これがジャンルとしては、西部劇ギャングアクション、戦争映画プラスコメディミュージカル。ミュージカル覚えられないか。自然環境を守る映画、はい、プラス政治の陰謀も、はい、すごい合体しすぎですよ。全部入っているというね。しかもこの間紹介した、サムライ、タイムスリッパーっていう映画にも非常に近い、うんうん、あ、へ、映画参加でもあります。あ、そうなんですね。はい、でこれね、今すごい話題になってて、拡大公開するってとこもね、サムライタイムスリッパーと近いところがあるんですが、うん、はい、
これね、1970年代が舞台で、インドの南部のタミル地方というところでね、うん、3人のものすごい凶悪な奴らがいます。はい。1人はですね、シーザーという名前の、まあ、うん、ギャングのボスです、うん。はい。で、この人どのくらい強いかというと、まあ、車に乗ってですね、マシンガンとかガンガン撃ってくる、ギャングをですね、素手で全員やっつけます。はい、かっこいい。強すぎる。はい。と、めちゃくちゃ強いやつがシーザーですね。うん、で、もう一人は、これ、シャターニという非常に奇妙な名前の、まあ、名前なんですけど、これ、悪魔という意味なんですね。はい、アフリカのスワヒリ語の悪魔という意味で、このシャターニは、象を片っ端から密猟して、ジャングルの中でね、その象牙をまあ、売ってるですね、非常にとんでもない悪いやつなわけですよ。ね。ただ、象を倒すときに、槍と斧で一人で素手で倒します。ゾウバーサスで素手でゾウと戦って勝ってるやつなんですよ。それがシャタニという悪魔と言われてる、まあ、ゾウの密猟者で、彼は実在するんですよ、うん、はい、これね、スワヒリ語なのね、アフリカに実際にそういう人がいたんです。で、正体不明だったんで悪魔っていう風に、あだ名されてたんですけども、うんうんうん、まあ、逮捕されましたけどね、結局。はい、はい。はい。で、まあ、この一人で象を素手、ほとんど素手で殺すやつと、うん、素手でマシンガンとか、車で突っ込んでるやつを、なんていうか、殺しちゃうギャングと、うん、で、もう一人の悪いやつが、それを取り締まろうとしてる警察官なんですが、うん、ものすごく悪いやつで、この警察官は、うん、ラトゥーナっていう警察官なんですが、はい、取り調べの時に、まあ、民間人を、まあ、虐殺しちゃったりしてるやつなんですよ。悪、とんでもないこの3人の悪いやつと戦う羽目になるのが主人公です。主人公別にいます。ああ、なるほど、はい、悪いやつちょっと多すぎません？主人公重いじゃないですか。3人とも超人的に悪いんですけど、ね、強くて、もうすでに面白そう。その主人公はキルバイという人で、うん、この人は、警察官なんですけども、うん、ものすごく気が弱いです。あ、はい、で、ちょっと血を見ると気絶しちゃうんです。あらら、向いてないんじゃないですか。向いてないだけじゃなくて、ね、その、まあ、殺人事件に偶然出くわして、うん、気絶してたんで犯人と間違われて逮捕されてしまいました。ドタバタ。はい、その辺コメディというかね、うん、まあ、とにかくめちゃくちゃ弱い敵なんですけども、はい、で、その彼がですね、さっき言ったすごく悪い悪徳警官からですね、うん、釈放してやるよって言われるんですよ、うん、ね、お前を釈放してやるけれども、その代わりにあのめちゃくちゃ強いシーザーを殺せと、うん、あいつの首を持ってきたらお前を、まあ、殺人罪で捕まったけど釈放してやると、はい、言われて、さあどうしようって話なんですね。はこのジガルタンダっていう映画は、ね、シチュエーションは最初からか絶対不可能の状況から始まるんですけど、はいはい、でね、実はこのシーザーというギャングのボスは、クリント・イーストウッドのマカロニ・ウエスタンが大好きなんですね、うん、で、自分で映画館を持ってて、その映画館で、ま、そのクリント・イーストウッドの映画を流しながら、その決闘シーンを真似して自分をが殺したいやつをそこに映画館に連れてきてですね、ほう、映画と同時にそいつに拳銃を渡して自分も拳銃を持って、うん、映画の決闘シーンを再現する形で、自分が気に食わないやつを殺してるんですよ。なかなか行っちゃってますね。ねえ、行っちゃってるんですよ。映画ファンが、まあ、やりすぎちゃったっていう例なんですけど、うんうんうん、はい、で、やってるうちに自分はヤクザよりも映画スターになりたいな、なれると思うんだよなっていうみたいに なってくるんですよ、うんうん、このシーザーが、うん、でもシーザー見た目ね、パパイヤ鈴木さんそっくりなんですよ。へー、あ、でも確かにちょっと似てる、まあ、映画俳優にはなれるかもしれないけどスター大丈夫かと思うんですけど、ね、めちゃくちゃ強いんですが、で、俺はもうこのお金もあるしね、うん、すごい強いからかっこいいから、映画スターにしてくれる人募集って言って、まあ、ポスター貼り出すんですよ、うんうん、で、映画、俺が主演する映画の、ね、まあ、シナリオを作ってくれと、それ監督もしてくれと、うん、そういうやつ募集ってやるんですね、うんうん、で、そうするともういっぱい集まってくるんですよ、うん、いろんな人たちがね、はい、でその中にその主人公のキルバーが混じって、はあ、映画監督のふりをして、彼に近づいてなんとか殺すチャンスを、伺おうとするという話。あ、はい、
そう聞くとなんかいろいろなんか潜入もの、一応潜入警官ものかな、だけど基本的にミュージカルコメディなので、はい、こうやって話している間にも延々と音楽が流れてますが、はい、歌ったり踊ったりします。はい、このねシーザーが、そう、もうインド映画ですからね、3時間あります。ちなみに3時間、やっぱインド映画ってちょっと長めですよね、基本的に長めです、はい。でこれ映画のタイトルが、ね、ジガルタンダっていうタイトルで、なんだこれやと思うんですけど、はい、これね、肝まで冷えるという タミル語で、ミルクセーキにアイスクリームを入れた、もうめちゃくちゃ冷たい夏の甘い飲み物があるそうなんですよ。ほうほう。でそれがタイトルについてて、だから日本だと何なんだろう、氷いちごとかさ、そういうタイトルなんですよ。なるほど。ガリガリ君とかですかね。ガリガリ君、ガリガリ君ってタイトル。ガリガリ君ダブルタイトル。ダブル。でもちょっとなんか美味しそうなタイトルなんですね。美味しそうなタイトルなんですけど、やっぱり夏暑いからなんかそのタイトル聞いただけで映画館入る人が狙ってんのかなと思いましたけど。はい、でこれダブルックスって何ってなるんですよ。はい。これね、ジガルタンダって映画を10年前にこの監督が撮ってるんですよ、過去に。撮ってるんだ。はい。で、その頃は新人だったんで、まあ、なんていうか、低予算で撮って、ね、うんうんうん。で、内容はやっぱりヤクザの映画を撮る映画監督の話だったそうです。はい。それでミュージカルコメディだったらしくて、うん、それを大予算で10年後に、まあ、もっとスケールでかくして、話もどんどんでかくして、作り直そうってなったんで、ジガルタンダっていう、その、一作目のタイトルをそのまま継いでるんですが、内容関係ないらしいんですけど。うん、関係ないんすか？関係ない。そんなことあります？タイトル気に入りすぎでしょ。関係ない。気に入ったんだ。でもね、これはね、正しいのはね、荒野の用心棒って映画があるんですけど、はい、荒野の用心棒ってね、全く賊じゃなくて全然関係ない話なんですよ。ほー、そうだ。それはありかなと。ね、ああ、そっか、そこまで。ダブル X ってのは、普通だったら、続編だと2とかつけるじゃないですか、続とか。そうですね。ダブル X にしてんのは、予算とか規模が2倍ってことらしいです。ああ、わかりやすい。わかりやすい。わかりやすいんですよ。ね、なんか監督のパソコンに入ってるデータ名みたいですよね。確かに。自分でわかりやすく保存するために。自分でわかるように言って、そのままいこうっていう面白いことになったと思うんですけど、ね。で、映画撮り始めるんですよ。うん、ね、あ、映画撮り始める。ごめんなさい。あの、シナリオをみんなが次々とこのシーザーに思いつきついて、こう、うんうん、まあなんていうか、ピッチって言うんですけど、まあ企画を提出するんですね。はい。ところがみんななんかまあいろんな、まあラブストーリーだとかね、うん、なんかいろいろ SF だとか言ってくんですけど、うん、どうも違うってところでシーザー違うって言ってるんですね。うん、で、そこにヒルバルが持ってきたアイディアっていうのは、うん、ね、私は実はサタジット・レイという巨匠の弟子ですって言うんですね。嘘なんですけども。うんうん、このサタジット・レイという監督はね、まあ、それまでのインド映画っていうのはずっと、なんていうか、美男美女の、まあ、ラブストーリーとか、うん、まあ、悪い奴がいて、そいつを、まあ、正義の味方がやっつけるみたいな単純明快な娯楽作品が多かったんですけども、うん、サタジット・レイという人はそこに、そうじゃなくて、実際のインドの人たちがどんな生活をしてるか、本当に貧しくて苦労してたり差別されたりしてるのを本当に描くっていうリアリズムをインド映画に持ち込んだ巨匠がサタジット・レイなんですね、うん、はい、これで世界中の人はインド映画っていうのを見るようになったんですけども、でサタジット・レイの俺は弟子だからってホラ吹いて、だからリアリズムでいくと、うん、ね、でゴッドファーザー見ましたかって言うんですよ、うん、でゴッドファーザーっていうのはマジックワードです、これ、ほう、世界中のほとんどの男はゴッドファーザーって言っただけで目がキラキラしちゃう。そうなんだ。でもぐらいでも影響力ありますよね、うん、まあまあ、ゴッドファーザーっていうだけでね、普段おとなしくしてた人は急にねベラベラベラって喋り始めるというのがゴッドファーザーなんですよ。、うん、でもバービーでも出てきましたもんね。バービーでも、バービーでほら、ね、ね、男をね満足させるにはゴッドファーザーについてなんか話してって言えばいいのよ。そうそうそう、そうネタが出てきて、うん、そうするとゴッドファーザーっていうのは実はあれ実話で年齢みたいな話でね、うんうん、あの馬の首が出てくるのあれ本当に馬の首なんだよとかみんな話し始めるんですけど、ね、でゴッドファーザーって言った時もうキラキラしたわけでシーザーは、うん、何ゴッドファーザーって言って、ね、あれはヤクザの、まあ、リアルなものを描いてるんですと、ね、であなたも、ね、本当にゴッドファーザーなんだからあなた自身を普通に撮りますよって言うんですよ、ね、この、キルバよね、はい、で彼のそのシーザーのまあヤクザ家業を撮影し始めるんです。それで気に入られて、うん、ね、そうするとさっき言ったみたいにあの車で突っ込んでるやつをあの素手でやっつけたり、はい、ね、
30人ぐらいがいろんな武器持って襲ってくるのを象牙で殴って全員倒したりとかですね。めちゃくちゃだ。めちゃくちゃのことをやって、もう映画としては結構すごいシーンなんですよ。映画だからね、うんうん、はい。でそうかと思うと酔っ払って全員でまあダンスしてるんですね、このシーザーは、うんね、だからもうね、アクションあり歌あり踊りありでインド映画のいろんな要素を、ね、満たしてるわけですよ、うんね、でもなかなかねさ、まあ、彼を暗殺するチャンスがつかめないばかりか、うん、このキルバル以外に、うん、その悪徳警官は何人かこの、彼の、まあ、ヤクザの、あ、シーザーのヤクザの組はね、だから、このジガルタンダっていう組ってことになってるんですよ、はい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 、暴力団の組名がね、あの氷いちごみたいな名前なんですね。かわいいじゃないですか。びっくりしてるなと思いましたけど、ね、でこのジガルタンダ組に実は警察官を何人か潜入させたことが分かって、うん、でバレちゃって、うん、そのシーザーに次々と殺されるんですね。あ、でこのままだとキルバルも見つかって殺されるってなるわけなんですけども、うん、ね、そこで彼はアイデアを思いつくんですよ、うん、ね、こういうんですね、今までずっと撮影してきましたと、ね、で今まで撮ったフィルムはどれ見てもあんたが人を殺してるか歌ってるか踊ってるかなんです、うんうん、ね、うんうんじゃなくてそれそうかよって突っ込むとこですけど、それそのまま密着してたらそうなっちゃったってことですよね。密着したらそうなるわけですよね。でも映画なんだからね、感動が必要なんですって、はい、あ、そうなるほど、ちょっとのフィクションは入れさせてとね、うん、っていうかインド映画は全ての感情が中にないとなんないんですよ。あ、なるほど、そうなんだ、泣かせないとなんないんです、うんうんうん、で泣きが必要なんです、はいはい、そのためにはあなたが改心して正義の味方になる必要があるんですよ。でなるほど、シーザーを説得するんですよ、はいはいはい、ね、じゃあどうしたらいいんだ、うん、って言うと、このキルバルは実はシャタニというとんでもない、象を密漁してるやつがいるんですよ、はい、あいつをやっつければあなたヒーローになれますよって言って、あ、賢いな、けしかけて、うん、この最強に強い素手で何十人も殺すシーザーと、素手で象を飼ってるシャタニをぶつければどっちも死ぬっていう作戦を取る。え、化け物と化け物をぶつける。そうなんですね。しかも自分の手は汚さずにというか、自分の手は汚さず、ね、ね、でこれは実はその荒野の用心棒の話がもともとそうなんですよ。あ、そうなんだ、はい、あの西部でその2つの組が争ってるわけですよ、悪いやつらが、ね、だからその2つを巧みに戦わせるっていうのは荒野の用心棒のクリント・イーストウッドなんですよ、うんうんうん、でそれはもともとの黒澤明の用心棒って映画があって、それで三船敏郎が、同じことをするんですね。2つの組を、巧みに操って、ぶつけて両方とも潰そうとするんですよ、うんうんうん、でそれが、まあ、この展開の元ネタになってるんですけども、うんうん、一つ違う問題が出てきちゃうんです。キルバルは、ね、これでシーザーを殺せるかもしれないと思うわけですけど、ずっと撮影してるうちにですね、うん、キルバルちょっと好きになってんですよ。シーザーのことが、ちょっと、だってシーザーはすごい強くて人を殺すんだけど、はい、ね、実はすごく義理がたくて、うん、自分の子分のためだったら命を懸けるし、で、あと奥さんには威張らないんですよ。へー、奥さんには頭が上がらない男なんですよ。仲間にはすごい優しいんですね。仲間にも優しいし、奥さんにも優しいんですよ、このシーザーは。だから人を殺すのだけがあの玉に傷なんですけど、玉に傷だからじゃない、やりすぎなんすよ、ちょっと殺しすぎなんですけど死体の山とか気づいてますけど、いいやつなんですよ、ね、でキルバルはシーザーのことも撮影してる間に好きになっちゃうし、撮影してる間に映画が好きになっちゃうんですよ。わあ、なるほど、そっか、だってすごいシーンばっかり撮れてんだもん、確かこの映画すげえがなんねみたいな、アカデミー賞取れるんじゃねみたいな話になってくるんですよ。ほうほう、で本当はそのシャタニ象狩りとそのシーザーをぶつけて両方とも滅ぼそうと思ってたんですけど、うん、っていうところから全く観客の予想を裏切るとんでもない展開になってきます。なんか今のとこ何の想像もつかないですよ、ね、わかんないなっていうそれいいみたいなことになって町山さんですらそんなに動揺するってことは相当ですよ、はい、そうですね、すごいです。あのね、
なんというかですね、さっき言った3つの敵がいるわけですよ、はい、人間とは思えないようなスーパーヒーローみたいな敵なんですけど、3つともね、それを上回る敵が出てきます。なんだって、うわちょっと見たい、で戦うのこれってことになってきますよ、ね、でその時にこれね、非常にこの、映画はですね、感動の方に持ってくよって自分で言ってましたけど、監督、あのキルバルがね、はい、映画には感動が必要なんだって、自分で言ったからやんなきゃなんないってことで、しっかり観客を感動させます。あ、最初のバカじゃねえと思いながら見てるわけですけど、はいはいはい、ね、あのもう歌って踊って殺してっていうね、まあ、なんかある種インド映画らしさというか、ある種インド映画なんですけど、でそれをね超えていくんですよ。本当の感動に持ってきます、うんうん、いやでもインド映画、ねね、3時間長いなとかやっぱちょっと思っちゃいますけど、はい、私 RRR ハマった時にインド映画の3時間って別に苦じゃないわって思いました。そう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 、うん、全部あるからね、はい、とりあえず全部思いついたこと全部やりますそう、テンポいいしね、飽きないんですけど、でこの映画ね最後の方ですごく感動的なのは、うん、あの歌と踊りってインド映画があるじゃないですか、必ず、はいはい、歌と踊りがなぜ必要なのかってことをテーマに持ってくるんですよ。へえ、歌と踊りっていうのは庶民がものすごく強い敵と戦うための武器なんだってことをはっきりと打ち出していって、しかもなぜ映画をみんなが見るのか、うん、映画とは何か、なぜこんな映画を俺たちは作ってるのかっていうことに対しても答えを出していくんですよ。へー、映画とは何か、歌とは踊りとは何かっていうのをね、インド映画ってそれをまあ当たり前のようにやってるんだけど、うんうん、本当なんだよっていう映画なんですよ。じゃあなんか本当ちょっとメタ的なというか、作品作りとはっていうのは、あのサムライタイムスリッパーにやっぱ通ずるものがありますね。そう、サムライタイムスリッパーと非常に似てると思いました、うんうんうん、映画についての映画なんだけれども、うん、それを超えていくんですよ。めっちゃ見たい。面白い、すごいですよこれ。でもあのなんだ、ダブル X、 事前情報で聞いたとこによるとちょっとまだ上映感少なめらしいんで、はい、でサムライタイムスリッパーはもうめちゃめちゃ広がってますから広がってほしいですね、はい、ジガルタンダも。ジガルタンダもね20日からね、なんかねもっと拡大していくらしいです。本当ですか。あ、そうわ、やった、見やすくなる、はい、ということで3時間ありますが、うん、はい、もうその分ちゃんとお釣りが来る感じですから、うん、はい、そうそう、ね、はい、面白いですよこれ。いや、はい、ちょっと見に行くしかないですね。ぜひおすすめですんで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日は公開中の映画ジガルタンダ XX をご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございました。どうもでした。以上、アメリカ流れ物でした。